追伸のライブです。この岩船神社のこの天の川のちょうどこれですね、その先ほど中継でやりました向こうに見える4体の見えるでしょうかね、この4体の人物動画ですね、というのは神様4体ちょっと見えなかったんですが、4体ちょうどこの下ね、木の陰の下に4体見えますかね。なかなかね、ここからは肉眼ではちょっと見えるんですが、映像ではどうかな。この絵は豊臣秀吉がこの岩を使って持ち出して大阪城を建設すると言った時に、信仰心のあった加藤清正がここにこの岩を動かしてはならないと言ってね、このような人物像を、ね、神様へ、ね、の動かしてはならない岩であるということで、これを、ね、彫刻させたといういわれがあるらしいんですね。そうするとこの上にね、ちょっと回ってみましょうかね。ここにこの、ね、豊臣秀吉が大阪城をこの岩で作ると言った時に、ね、この岩を絶対に動かしてはダメだと信仰心のあった加藤清正がこの4体をこの石、ね、岩に掘って、そしてもう一つはここちょっと回ってみましょうね。カエルがあるんですね。これを加藤清正が、豊臣秀吉がこの岩で大阪城を作ると言った時に、それを動かしてはダメだと言って、加藤清正がここにね、あの石の、ね、4体を彫刻したと言われているらしいんですね。そしてここにね、この中に、あの上ですね、あの上、岩の上にカエルがこちらを向いてね、あの岩の上に乗っているように見えますね。これと先ほどのあの人物像、ね、神様の犯してはならない、ね、これ神仏として信仰心のあった加藤清正が彫刻をさせたというんですね。それによって豊臣秀吉はここの 岩を使うことを、ね、断念したと言われている言われがあるらしいんですね。本当にこれがね、あの天の川で有名なこの上流、新鮮な、ね、真水が今流れていますね。これが先ほどのあの洞窟の下の方へ流れていって、そして片野から枚方へ流れる天の川なんですね。さあ追伸でこの言われ、先ほどね私も知りませんでしたが、今先ほど説明受けてね、要するにこの岩を豊臣秀吉ね、大阪城を築くためにこの岩で持ち出してやろうとしたところ、ね、信仰心だった加藤清正がこれは絶対に動かせないということで、このような神の、ね、神の宿る岩としてね、4人の、ね、人物像を掘らしたと、神様を掘らしたと言われてがあるらしいんですね。それでは追伸としてお届けしました。